谷川明の何でもあり。皆さんご機嫌いかがですか。今週も素敵な歌とその時々の話題を私谷川明と川谷理香と今日はこの2人で進めてまいりたいと思います。短い時間ですがお付き合いください。大ヒット中谷川明のああ富岡製紙聞いてください。哀愁に満ちた小夏千秋の北愛花お聴きください。酔った心に悲しく響く切々と歌っております。桜三重の渋川しぐでお聴きください。新曲沼田の夜、素敵な夫婦愛を歌い上げるメドリーが素敵です。沼田のご当地ソング、ぜひお聴きください。沼田の夜。はい、改めまして5月の4日の土曜日ですね。今日は5月の4日にちなんだゲストです。さくらみえこさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。リスナーの皆さんがびっくりしますよ。何日知らんだゲストでだった。説明してあげてください。はい、今日が誕生日です。ああ、そうですか。おめでとうございますね。さくらさんも誕生日でいくつになりましたか。2歳です。2歳ですか。いいですね。セブンツーですね。そうですか。言っちゃダメでしょ。そうですか。セブンティーンか。ね、17歳か。ね、まあそんなところでさくらさんはいつも明るいさくらさんでございますが。今日早速リクエスト曲を紹介していただきましょう。渋川しぐれお願いします。あ、聞きたかったですよ。じゃあお願いいたします。さくらみえこさんのリクエスト、渋川しぐれお聞きください。ですね、誕生日ね、はい、やっぱり5月の連休だっていうと皆さんが祝福してくれるでしょ。誕生日どうですか。そうですね、みんなで集まってバーベキューしたりとか、そんな感じで、うん、そう、はい、5月生まれの人は明るい人多いよね。そうですか。春の生まれはね、うん、まあ、月では別にね判断できないんですよ。よく4月生まれの人は頭がいいとかね、5月生まれの人は明るいとかね、言いますけども、誕生日ではいつもプレゼントで印象に深かったこと、どんなことがありました。そうですね、主人からいただいたんですけど、うん、イギリスの何でしたっけ、あの人
イギリスの何名前が出てこない、イギリスの何イギリスの人いっぱいいますけどね、あの偉いあのイギリスエリザベス女王が来た時に、はい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 、あの主人がその時にイギリスのコンフト買ってくれたんです。あらそれがすごく嬉しかったです。今でも大事に持ってますか？持ってますよ。そうですか、高かったでしょうね。さあそれは分かんないけど、エリザベスのね、そうですか、はい、印象が深かったんですけどね、日本に、すごく似てる風習ですよね。そういう皇室ね、保っていくというのはね、さくらさんもそういう素敵なね旦那さん、もう残念ながら他界していましたけどね、今は旦那さんのことは時々口に出ますけども、やっぱり旦那さんがありがたかったでしょ。あ、そうです ね、 ね、あんないい人いないですね。ね、そうなんですよね。本当にもっともっとね、やっぱり長くね、やっぱり生きていただきたかったという気がしますけどね。もう亡くなられてどのくらいになるんですか？ちょうど6年ですね。あら、そうするとコロナの前が、あ、そうです、うん、ちょうどね、あの令和1年の5月13日に亡くなったんですよ。5月1日から令和で。あ、そうなの。はい、だからすごくキリがいいから分かりやすくて、そういう方です。そうでしたかね。まあコロナもまだまだね、本当に、収束したかのように思いましたけど、まだまだ気をつけてね、いかなきゃならないですけども、リカちゃんは誕生日いつ？3月17日なんです。あら、もっと早く知らせていただければねプレゼントしたんですけど今日はね、今日ラジオ終わったら皆さんでさくらさんのね、お祝いしませんか？そうですね、ありがとうございます。ね、さくらさん何が欲しいわけですか？あ、ケーキ食べればいいですよ。そうですか。欲しいものは何もないんです。いや、コンビニで、スタジオの前にそこコンビニがあるから買ってきましょうよ。ね、できればスズランのケーキ。スズランのケーキですか？そこでまたスズランが出てきたね。で局長さんもお誘いしてね、局長さんお誘いするといつもワイン持ってしてくれますから。あ、そうですね、美味しいよね。そう、誕生日っていくつになってもね、嬉しいですよね。そうですね。私なんかもう本当誕生日ごとに、前回そうだったですね、局長さんが僕の国旗かな、国旗のところにね、ジョッキと帽子、あれ確かにパープルなのかな、国旗はね、いろいろその説によって色が違うみたいですけどね、さくらさんも先週ね、川谷由香ちゃんがねゲストだったんですけども、沼田の夜ということでね、はい、もう1年過ぎましたね、はい、どうでした、反響は？あ、すごくいいですね、皆さんいい歌だねって言ってくれてます、でまたね、ファンで伊予さんって方がいらっしゃる、名前出していいんだよあれでその方がね、はい、赤木団の、ね、はい、あーちゃんを絡めて、はい、またイベントいろいろ考えていただいてるんですよ。あ、そうですね、はい、結構年配の人の今回アップルズなんですが、こんな若い人がね、歌っていただいてるということで、はい、これ結構いいですよ、男性も歌ってくれてるしね。そうですね、まあ、その具体的にプランニングがね固まりましたら、また皆さんにご報告できると思うんですけどもね、これも期待していきたいと思います。いつもいつもこの番組聞いていただいてるんですよ、はい、ありがたいことですよね。そうですね、この前うちのお店に来ていただいたんです。あ、そうですかね、すごいいろんな話ができて楽しい方で、そうそれがね、はい、オープン前に来てね、しばらくさくらさんのところのお店の周りをね写真撮ってそうなんですか。で僕聞いたの、時間があったら寄ってていただけますかって言ったら、いやここちょっと興味がありましてねなんて言って、すごい、その後ね、また鳥谷の方にも来ていただいたんですけどね、素晴らしい方ですね、あの方も、ね、あの方の宣伝効果ってすごいですね、えりかちゃんもそうですよね、はい、でそれ歌ったんでしょあの時。いや、ちょうど私お友達がシープ来て送って、そう浪江さんが、ね、ピンチヒットに歌ったんですよね、ありがとうございました。ねえ、そうですね、いや、なんだかんだ言ってもね、そういうそのアップルズの沼田の夜、これはもう本当にね大事に、一生懸命、皆さんにね応援してもらった方がいいですよね。さて、さくらさんは、今お店やってますけども、なんか最近ミニコンサートみたいなのも始めてますね。あ、そうですね、なんか先だって、沢田千佳さんのミニコンサートだってどうだったんですか？はい、ですね、あ、すごくいっぱいだったんですか？あ、店員がちょうど何人っていうのを決めてて、それにちょうどぴったし入ったんでよかったです。そうですか、はい、ありがたいです、千佳さんも今度はなんか台湾かなんか行かれるなんてね。そうなんです ね、 すごいですね、すごいですね、もう台湾もいろいろね災害がありまして、台湾に向けてのいろいろね、お力添えいただいてるということでね、感謝してましたけどね。さくらさんもそういう海外への遠征の
企画は立てないんですか。いや私はちょっと海外はいけないですね。そうですか。言葉が喋れない。あ、言葉なんかいらないんですよ。もうね、笑顔でね。リカちゃんどうですか。そうですかね。もう、あ、国境に言葉いらないですよ。そうですか。ね、もうね、も心と心でつなぎ上がりますからね。どこの国行ってみたいですか。私スイスに行きたい。あ、それはスイスに言えばいいや。ね、リカちゃんは。私オーストラリア。オーストラリア、それなんか動物を見に。いや、そういうわけで、アメリカンとか一度行ったんですけど、すごくハワイも行ったんですけど、ハワイも言いたいと思わないです。言いたい、なんかオーストラリアとかアメリカンとかいいし、結構、うん、たまたま日本の人とこう接してきたから余計に行きたいかな。動物もいますしね。ああ、そうですか。治安もいいですしね。治安はいい、だ広い、広すぎるでしょ、オーストラリア。いや、でもすごく思い出が残ったんですね。インドなんかですか。インド。いや、インドいいですよ。あるいはサウジアラビアとか。いや、いいです。そういうの嫌い。そういうとこ行きたいと思わない。思わない、僕はやっぱり行きたいとなるとイギリスとかね、あっちの方が。でもなんかやっぱり外国って言っても、うん、よりも日本の方がいいかな。日本の方がやっぱりいいですよね。さくらさん、純日本風な名前で、見るからに純日本風ですけども、はい、やってることはもう本当にあれですね、エスニックのことばっかりやってますね。そうですか、ね、そんなことないと思います。自分の考え的にどうですか。私ね、思い立ったらすぐ行動を起こすタイプなんですよ。うん、ね、だからちょっと人から見ておとなしそうだねって言われるんですけど、うん、意外と行動派なんですよ。行動派ね。意外とリカちゃん行動派に見えてね、意外とね、私ですか、行動してないですよ、あなたは。行動派に見えますか。いや、そんなことないと思います。そうですか、うん、ね、今日は小夏さんがね、ちょっと都合でお休みいただいて、このところね、今月いっぱい休ませていただいてますけども、小夏さんは行動派ですよね。そうですね。ね、あの人はもう本当若いですよ、はい、動きが、はい、ね、すごいあれですよね。谷川さんも本当に、谷川さんが言いつけるから、ね、いっぱい動くからかわいそうのようですよ、ね、いやいや、そうですか。本当にそうです本当にかわいそう。なんか私なんかもう見てて、私はあんまり動かないんですけど、それから、ね、すごくね、それが本人のね、健康のね、やっぱりね、秘訣なので、うん、何でも言いつけてくれてるの。そうなんですか。そうなんですね。私なんかあんまり言いつけないから、うん、そうですか。はい、それではこの辺でお知らせです。渋川駅徒歩2分、焼き鳥鳥谷。ママの小夏千秋が作る軟骨入りつくねと鶏皮ポン酢は絶品。 CM を聞いたで焼き鳥2本サービス。今夜も鳥谷でいっぱいやるか。スコッチの甘い香りとムード歌謡のナンバーが深い夜へと誘う、あなただけの隠れ家へ、インバーハウス桜。というの時間ですが、今日はさくらさんの誕生日です。何か一言。はい、私も運歳になりましたので、心改めて将来の自分に向かって生きていきたいなって、ね、思ってます。はい、健康で何しろ、はい、明るく楽しく生きていきます。これから一日一日はね、儲け話だと思って一生懸命頑張らないとね。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、来週までごきげんよう。ありがとうございました。ありがとうございました、さくらさん。この番組は谷川明音楽事務所と鳥谷グループの提供でお送りしました。その